ちょっと今日は疲れてオフだと本名は、はい、気合い入れるときはそういうことで1週間ぐらい毎日のようになんかメッセンジャーやらメールやらちょっと音楽イベントが5月に2回もあって、それなんか僕がグッズでマフラータオルとかなんかステッカーとかそういうものを発注するような感じで、で見積もりを、まあ、業者に見積もりもらったりとか確認したりとかで、かといって個人でやってるものだったらすぐにできるんですけど、一応いろんな人と情報を共有して進めるとかでなかなか進まないというか、僕もだいたい水曜から日曜日までが忙しくて、だいたい月曜と火曜の夜が落ち着くからそこら辺でやるんですけど、みんななんかこう週末の前とかにこう連絡来たりするから、土日とかにあんま反応できなくて、それでねなかなかと遅くなってしまって、夜中にメール返したりとかそんな感じです終わりました。すごいな、ラップだ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 。今日喋るのはすごい安い曲で、東京ナイト行きます。東京ナイト、残酷なほどに周りが自分を焦らせる、そんなこと何も関係がないのに、寂しい夜の中で静かに眠気だけを待つ、不安を抑えたまま幸せ望んだもの、今何するべきかさ、何も見えないまま、まだいいか、思うたまま動き出せてない、まだいいか、まだいいよ、言い聞かせて一年を終えてく、東京ナイト、最近はちょっとピックがないことに気づいて買いたいなって思うんですけど、蒲田じゃピック買えないですよね。なんで電車乗ってわざわざピックだけ買いに行くのもめんどくさいなって思って。あれ練習スタジオとかにピックとか券って売ってないですかね。最近あんまリハスタって全然行ってないっていう。わかんない。売ってないですか、蒲田の。あのね、たまにやってったのは下敷きで、下敷きで作るの。下敷きで。そうですね。そう。蒲田の昔スター楽器やったけど、スター楽器だと弦がすごい高いから結局あそこじゃ買ってなかったですけど。そんなことを。買う時間がないですね。東京ね。すいません、歌っちゃった。やばい、ごめん。スタガキってあんままだ売ってたりしますかね。なんか、まあ、音楽教室みたいな感じで。寂しい夜の中で静かに眠気だけを待つ。不安を抑えたまま幸せ望んでも今何するべきかさ、
せてない、まだいいか、まだいいよ、言い聞かせて一年を終えてく、まだいいか、まだいいか、もういいか、どうでもいいのさ、なんでもいいさ、こんな歌は歌詞なんてもうどうでもいいのさ、弾いてる曲だと喋りながらできるな。あれはね、喋りたいことは喋ったんで、じゃあ最後に 4メーターでも何やろう、師匠かなね、まずかね。ありがとうございました。